どうもピザに矢を受けました。さあテニスの膝神さんとの対抗戦もついに最終戦です。何？今のところ泣きの再戦は1勝1敗のイーブン。ハゲトシキクマさんにかかってます。ギザさんの猛攻、ウィリアムさんのサーブ返すのきついです。このサーブとギザさんのボレーきつい、ウィリアムさんのサーブえぐい。ボレー戦に持ち込めば生き生き式クマさん、ハゲは一生取れる気がしません。サーブキープされるのは仕方ないからゼロカロリー、ハゲも絶対キープしやがれ。綺麗に流されました。それでこそハゲ。チキクマさんナイスボレー。タッチもうまい。ジャストアウトでした。ロブは警戒ですね。キクマさんに任せればこのようにキープできます。フォア側のワイド厳しいサーブ、ヒザさんのサーブでございます。チキクマさんポジションのリターンはポーチしにくそう。ブロクネボレーでした。フォアワイド狙われてますね。センターにナイスボレーでございます。またワイド狙われそう。フォルトでラッキー。ボブ攻めされそう。ハゲの不安定なスマッシュとは一味違います。ナイスサーブでございました。チキクマさんサーブ良い展開でしたが惜しい。ウィリアムさん技ありリターンでした。完璧にやられました。チキクマさんナイスサーブでございます。ここからですね。前後入れ替わりながらなんとかしのぎました。惜しい。ジャストフォルトです。ウィリアムさんサーブ、チキクマさんさすがのボレーでございます。ここをキープされるとかなりきついです。硬い膝さん、ここはシキクマさんに軍配。さすがヒザさん、簡単には崩れません。いや、気合の入ったナイスサーブでした。ウィリアムさんのサーブに押されます。いや本当すごいサーブでございました。リードされましたがここからですね。ここでハゲのサーブ、なんか悪い予感がするぜ。意地を見せていきたい。チキクマさんナイスボレーです。
サイドギリギリ入りました。これは打ち抜かれました。綺麗なバックハンドです。入ってます。いや厳しかった。挽回したい。力が入りました。やばい。ヒザさん仕掛けてきました。うまいタイミングです。ここでヒザさんサーブ溜めて逆を突かれました。ヒザさんうまい。ハゲの難しいところ狙われました。これはまずい。ヒザさんマッチポイント。なんとかしのぎました。チキクマさんナイスキャッチ&ブレー、あざます。最終試合はすがすがしいくらいに完敗でございました。ウィリアムさんのサーブやショットの精度、ギザさんの技術力、こちらの攻めが封じられましたね。これでディスワタリー1勝、ギザシンさん2勝でデニスのギザシンチャンネルの大勝利でございます。修行して次回は勝利をつかめるよう頑張ります。今回は対戦いただき誠にありがとうございました。最後はエキシビのダイジェストでお別れです。気をつける、愛で伝える、ありがとな、俺は俺だからここにいる。